裏垢がバレてしまった声優さん、山木杏奈さん。代表作はアイドルマスターシャイニーカラーズ。知らせ昨夜、裏垢でつぶやいていたのは主に同僚や妹、マネージャー、仕事に対する愚痴など、一部ツイートを裏表で比較。中でも同僚である磯部かりんさんの愚痴が半端ないです。表、アンティーカに会えてよかったなぁと思えた一日でした。おやすみなさい。月裏、仲良し営業やめていいか、クソ整形昭和ローナきついわ。磯部かりんさんのこちらのツイートに対し裏垢で、いや、その写真半目なんですけど、本当に人の写りとかどうでもいいんだな。自分が引きの角度が得意だからって人に写真撮らせるくせに、カメラは絶対自分のしか使わせないし、だからお前と写真撮りたくないんだよ、とつぶやいてます。ですが愚痴だけじゃなく、ファンへの感謝や転売や叩き、自身が地であることなどもつぶやいてます。で、肝心のなぜ裏垢とバレたのかについて、実はこのアカウントは鍵垢でした。鍵垢なので普通に顔写真を載せたり、がっつり仕事内容の話をしていたそうです。ですがツイッターで実行しているリツイートキャンペーンに参加するために一時的に鍵を外して、その時に裏垢とバレたらしい。裏垢とバレてからはアカウントは削除され、事務所を通して謝罪。9月2日放送のニコニコ生放送、山木杏奈のあんなことこんなことでは、普段と番組内容を変更し、黒髪黒スーツ姿で謝罪動画が配信されたそうです。